ははい皆さんこんこにちは、えー、リオです今回紹介するのがですね、えー、中央アジアウズベキスタン共和国の首都のタシケントです。はい、でまずですねちょっとこの地図を見ていただくと、あのーまあ、これが中央アジアのあたりでここにカスピ海があります。でここをこ取り巻くような形で大きくある国がですねこれがカザフスタン。 であのそこと接しているのがまず中国が接してましてでその東側で今度はキルギスタンキルギスですねで今度はその南にタジキスタンという国があってその南に行くと今度はアフガニスタンとかですであと今度はそのカスピ海側でですねあ,のある国としてこのトルクメニスタンでそこにこう囲まれる形である国がウズベキスタンです。 ウズベキスタンはです、ね、あのあの昔からあのシルクロードの交通の用地で、まあ、非常に栄えたところです。で有名な国としてはですねあ有名な場所としてはサマルカンド、はい、あのああのブルーシティですねあとボハラとかがありますであの首都のタシケントはです、ね、それよりもちょっとあの、まあ、東側キルギス寄りにあるところです。はい、でタシケントですね人口が240万 確かあの50年ほど前ですね大きな地震でちょっと町が壊されてでそこからあの都市開発がされたとであの、まあ、ロシア式のですね、まあ、大きいこう感染大きい通りが一つ通ってでその感染状に町が広がっていくという形の町です。であのこの都市圏とのですねランドマークとしてティモール像っていうのはあります。あのチンギスハンの末裔のティモールがあのここでの英雄みたいです。 でそこからですねティモールゾーンから歩いて5分10分ぐらい行ったところにあのザイルコフ通りりというのがありますでこれはの通称あのブロードウェイ通りというふうに言ってるみたいで,でここをですねちょっと訪ねたのが、えー、2018年4月での土曜日か日曜日だったと思います。 で、三三午後ですね、まあ、人がいっぱいで賑わっててでそこで物を売る人食べ物を売る人で家族連れで友達いろんな人が集まってきてるとでその中にあの画家の一団がですねいてですねで観光客の絵を描いたりとかあと子どもの絵を描いたりとかで多分そこでちょっと、まあはい、お金をもらっているという状況だったと思いますでそこでですねちょっとあの休憩してましたら一人の画家がちょっとこう近づいてきてですねで あななたはラッキーな顔しててるとというふうふにちょっと言っ言てきてで何なんだと思いながら、まあ、悪い気もしれなかったので、まあ、ちょっと話してたらあの絵を描き,な描きなさいとでラッキーな顔と絵がどうつながるか分かんないかったんですがまあまあ,あの話聞いたら700円程度で,で時間も10分程度ということだったんでじゃあいいですよという形でちょっと絵を描いてもらうことにしました。でそこででちょっっとこう絵を描いててもらってたらたすね 今度あのもう一人の画家がですねなんかするするするってなんかこちら側にこう勝手に触ってでこちら側の角度から今度は勝手に絵を描き始めたとでまあ目でですね描いてもいいかって合図してきたのでまあいいやと思って、まあ、目でいいですよという合図したんですがあのちょっと両方からこう写世さ,されるっていうのはですね非常にちょっとこの目の置きどころも困ったんですが。 まあ、あのまあ非常に僕にとっては貴重な面白い体験でした。はい、ということでですねあの,多知見度の,あの評価に移りま,すまずあの面白いの必見度っていう件ではですね、まあ、サマルカンドほどあの、まあ、観光場所があるわけではないので、まあ、5段階評価で星3つあとあの治安はですね、まあ、非常にいいと思うんですが。 ただあのこのシケンとはですね何かあの写真を撮っちゃいけない場所とかが結構多くてちょっと紛らわしいかなとまあそれはまあそういった形なのでこれもですね5段階で星3つあとあの物価ですねこれはあの安いんじゃないかなと思うのでこれは5段階評価で星4つ、はい、あとあのこのシケンとでですねあの考えられるビジネスとしては あのせっかくこういった画家の人たちがいてで連携プレーも取ってるようですのでもう2人と言わずにもう5人ぐらいでセットでその絵を描くとで例えばあの 1, 人1人の人が正面から写生するであのこちら側から描く人が笑った顔でこちら側から描く人が怒った顔でこちら側から泣いた顔でこちら側から、うん、なんでしょう、えー、考え込む顔ですかね。 その4通りぐらい写生と合わせて5通りの,その写真絵を描くとこれは画家の能力も相当要求されると思うんですが、まあ、非常にに面白いいいいんじゃないかなかとううふうに思いました、はい、でちなみにですね私が描いてもらった絵ですがこちらが普通に写生してもらった顔でこちらが途中から来た画家が描いた顔でちょっと真面目に描いててでこちらはちょっとコミカルに描いてるというふうにですね、まあ、彼らの中でもちゃんとその、まあ、墨分け中華 <laughs>、はい、ができてると。 はいということでですね今回は、えー、ウズベキスタン和国の都市圏との紹介でした。